ウクレレエイジ。三重県出身でウクレレ漫談の名手。ウクレレ演奏のテクニックもチャゲ&アスカのチャゲさんやサザンオールスターズの関口さんなど有名ミュージシャンとセッションするほどの腕前で、ウクレレ界では日本で10本の指に入る実力と言われています。それではウクレレエイジショーお楽しみください。アロハニーハオこんにちは、ウクレレエイジでございます。というわけでございまして、皆様いかがお過ごしでしょうか。コロナぶっ飛ばしましょうね。それではひとときウクレレエイジショーでお楽しみください。まずはウクレレエイジのテーマソング歌いたいと思います。これ途中でエイジってね、自分で探して言うとこありますんでね、歌っていただきたいと思います。それでは聴いてください。ウクレレエイジのテーマ、北の国からバージョン。レレ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 レウクレレレレレウクレレレレレレレウクレレエイジ。エイジ、ありがとうございます。それではアンコールにお答えいたしまして、最後のナンバー、もちろんこのコーナーでございます。三重県ハワイアン。というわけでございましてね、この歌を聴けば一発でその街のことが分かるというナンバーでございます。今日は熊野市、歌ってみたいと思います。昔よくね、親父と釣りに行きましてね、雪っていうところありますね、アタシカの、ね、海水浴でも泳いだ思い出がありますけども、それでは聴いてください。熊野市の歌でございます。熊野の花火はでっかいの、でっかいの。熊野古道は世界遺産。サンマの丸星最高だ、最高だ。めはり寿司もめちゃめちゃうまい、最高だ。熊熊熊の、熊熊熊の、熊熊熊の、熊熊熊の。ババンババンバンバ、あ熊のの。ババンババンバンバ、あ熊熊熊の。ババンババンバンバ、あ熊のの。ババンババンバン、あ熊のの。